いや、それはもちろん俺だって救い主様のお手伝いはしたいさ。でもそしたら後の二人が惨めじゃないか。ほら、俺は一番優しいからな。出たこのバカさんに。一番上の息子よ、お前の言い分は分かった。真ん中の息子。名前ないの？ちょっと。父親から見ても一番強いのはあれだけどさ。でもさ、後の二人に今回譲るよ。救い主様に鍛えてもらえば俺と同じくらい強くなれるかもしれないだろ。まあまあまあ、では残ったお前はどう思う？一番賢くて一番強いこの俺が村を離れるわけにはいきません。村にもしものことがあったら俺が村を守らなきゃ。だから役目は他の二人に。かーてにならん。まあつまりお前たちは救い主様のお供をそんな嫌だというのだな。もう根性なしが。もういいよ、四男連れてくからよ。うん、言っちゃ悪いけど、あんまりついてきたくねえな。な、族長さんに断ろうぜ。ねえ、まあ、もしかしてあの三人の誰かをついてかなきゃなんないわけ？勘弁して、思う。でも、女王様があれほど頼んでいたんだし、もしかしたら役に立つのかもしれないし、まあ、肉壁くらいにはなりますかね。ウィス。おお、これはこれは、スカイミス様、女王様のお使いから話を伺っておりますぞ。私の息子たちの中から誰にもお連れください。見ていたぞと言いたいところですが、私の息子たちはとんでもない臆病者ばかり。申し訳ございませんが、救い主様のお力にはどうやらなれないような。いたたた、急にお腹が痛い。こんなに救い主様のお役に立ちたいのにお腹が痛くて動けない。こいつらもう体中が痛い。とんでもねえやつらだな。もういいよ、後ろに立ってるやつ連れてくから。本当に本当情けないよな。どうでしょう父上、兄者たちの代わりに俺がお供をしては。サイド言ってくれるのか。こいつには名前あるんだな。兄者たちが病気となれば仕方ないでしょう。部屋へ戻って出かける支度をしてきます。救い主ご一行また後で。四男だけ名前があるっていうね。下の息子サイド、あえてなかなか頭が回ります。きっと皆様の役に立つかと。サイドの部屋はこの屋敷の裏にあります。どうぞお供にお連れください。よし、一番頼りになりそうなやつだからいいよ。助かった。あの三人に決まったら精霊なんて見つかるはずないもの。私の日頃の行いがいいせいよね、きっと。上の出来がいいと下がダメ、その反対もよくある話よね。一回りほっとしたわ。お腹が痛くなってきた。こいつら、こいつら。さあ迎えに行こう、一番の有能株をよ。みゃみゃみゃ、あれ？あ、いた。どうもどうも。よしよし、お前たち、俺が戻ってくるまでこの部屋から出るんじゃないぞ。みゃ。外は魔物が出るんだ。おとなしく待っているんだぞ。では救い主ご一行と、いちいち呼びにくいな。差し支えなければ名前を教えてくれないか。ありがとう。では行こうか。もうシャーマンなら村の中央にある巨大な壺の中にいるはずだ。砂漠の民サイード、この命の限りお前たちの力となろう。ありがとうございます。左下のヌコが可愛すぎるんだけど。可愛い。よろしくお願いします。やっぱりどことなくね、あの人の面影感じますよね、ハディートさんの。はい、私の猫も元気かな。他の人には懐かない子だからちょっと心配だわ。猫をじっと見てやると時々人の言葉が分かるのではという気になる。そうなんだ。猫飼ってる人ってさ、なんかやっぱ猫って面白い行動したりするんですかね。もう犬か猫かって言われて私猫なので断然。あ、来ないとね、シャーマン。どうもどうも。わしに用がありそうだな。切羽詰まった顔をしておる。ふむ、どうしたね。ゆっくり焦らずに話してみるといい。ムーたちはシャーマンに大地の精霊のことを尋ねた。ほう、大地の精霊をな。大地の精霊が眠る場所なら確かに知っておるよ。なら早く教えてくれ。精霊はどこにいる。どうすれば目を覚ますんだ。焦るな焦るな。精霊はどこにでもいる。この砂漠のどこにでもな。いい加減なことを。
砂漠の砂の一粒一粒すべてが大地の精霊を宿す。目の前の砂の中にも村の広場にも城の庭にもどこにでも精霊はいる。会いたいです。じゃあ割と簡単に会えるってこと？精霊は確かにどこにでもいる。だが体を持つためには いくつかの儀式が必要だ。我らシャーマンたちはその大事な儀式を語り継いできた。はい、どうしよう。あとは自分で探してポーンみたいな感じやったら。大地の精霊の姿を汚れなき大地に描く。その時精霊は長い眠りから目覚めるだろう。はい、この場所は聖なる時間に守られている。セリを呼び出すにうってつけかもしれん。おとなしくそこで見ておれ。じーっと黙ってな。聞け眠りの中の精霊よ、何時の歌を。見よ夢うつつのうちに古より伝えられし何時の姿が描かれるの。砂漠に眠る大地の精霊よ、いかなる獣よりも強く、いかなる王よりも賢い精霊よ。おお、へえ。その肌は岩のように固く、剣も槍も通さぬ強くたくましい精霊よ。あ、体を描いてる精霊の。私は知るその足よ、いかなる神殿の柱よりもしっかり大地に立つその足よ。どんな形してるんだ。炎の精霊と同じような感じかな。人型みたいな。精霊の手。は？何時が体を大地に描こう。何時を大地に呼ぶために。顔は？今から描くのかな。ふむ、困ったな。わしも年のようだ。続きを忘れてしまった。大地の精霊の顔がどんなものだったか分かればすぐにでも精霊を呼べるのだが。なぬ、大事な部分じゃん。顔は続きを思い出せないと精霊を復活させられないとは全く困ったものだな。父上の精霊について何かご存知だろうか。あらら、じゃあ砂漠の町に戻らないといけないわね。なんだ、今日なんか大地の精霊とバトルできそうな感じがしたんだけどな。なんか顔の描き方についてなんか新しいダンジョンってなんか持ってこいみたいな、そんな感じになりそうよ。こんにちは。これは救い主様、なんと大地の精霊様をよみがえらせるとおっしゃるか。ふむ、そうですな。精霊様のお顔について私もよく知らないのです。確かお城の地下の神殿に手がかりになるようなものが。ふむ、なんということだ。お城の神殿は確か魔物に襲われてからというもの固く閉ざされておりまする。もうもうもう、あの場所ならきっと何かを買うと思ったのですが、お近いないず面目ない。え、お城か。はいはい、城の地下の神殿。はい、あー、ダンジョンか。はい、あ、セーブしてから行こう。ムーンは女王にこれまでの出来事を話した。そうですか、大地の精霊の顔が分からず皆さんもお困りなのですね。西より伝えられし精霊を呼ぶ歌も今ではすっかり忘れ去られてしまった。何か手がかりがあるとすればこの地下の神殿ではないかと私は思います。忌まわしい出来事を忘れるため扉を閉ざしておりましたが、今一度扉を開きましょう。兵士に私から言っておきます。お好きなだけ神殿を調べください。ただし神殿には今も魔物たちが潜んでいるという噂も聞いております。くれぐれも気をつけて。よし、入れる。
似顔絵が飾ってる。どんな感じでわかるんですかね。もう忘れちゃってるな。その地下にもし魔物が潜んでるというのなら命に変えても倒してやる。やっぱサイードが一番族長にふさわしいんじゃないの。でここの地下だね。でここでいいの。え、この墓は女王フェデルのもの。かつて砂漠を襲った災いを退けた女王。しかし女王はもう土の下だ。女王ハトホルの墓。アナトの墓。イシスの墓。ほうほう。あれ、神殿ってどこだ？あ、こっち側？はい。あ、ここか。あ、ありがとうございます。はい。うまくいったの。どういうこと？あ、サンバか。賄賂を弾んだだけあって見事サイドたちを先回りできたのは、はあ、なんだかよくわかんないけど大事そうなもん見つけたしな。魔物萌えたちに恐れをなして出てこないし、よかったよかった。あのサンバか、なかなか面白いことになっているみたいだな。もう少し近く行ってみよう。あの人たちまさか精霊の顔の手がかりよ。こうしたら偉いのよ。詳しい話を聞いてみなくちゃ。遅かったなサイード。お前の探しているものは強くて頼りになるお兄様たちが先にいただいた。これが欲しかったら。あ、私知らない。ザバ、雑魚クラスじゃねえか。た助けてくれ。情けな。あ、追っかけっこしてんだけど、酒こい真ん中のやつもらっていい？なんでだよ。あ、でも、ボスなんだけど、ネイルビースト、BGM が。マジか。しょうがないやつやなぁ。灼熱効くかなぁ。お、サミダイキ、あ、強い。よいしょ。で、あ、結構強いかも。よいしょ。そうだ、ハッスルダンスを覚えてないからなぁ。そうだよね。回復。安らぎの歌ってどれぐらい回復するんだろう。よいしょ。あー、20ぐらいなんだね。あんまり回復しない。やっぱハッスルダンスには負けますな。よいしょ。来て、出て。熱。あんまりなんか呪文使いたくないな。まだ大丈夫か。石つぶて、ハリケーン、マッスルダンス。サイドさん、またサミダレしてくんないかしら。結構強い。あー、毒で、アイラが毒だね。大丈夫そう。呪文ヒアリーします。まだ倒れない。 OK。
よいしょ。ここベホイミしますか。ナイス。さあ2体目。これみんなこんな感じなのか。こいつら。じゃあ次人で行くか。助けてー。人で行きます。ギャオース。お化け人で。なんかこいつら倒した後にさ、なんか大ボスが出てきそうだからあんまり MP 使いたくないんだよね。ダメージなんか効くやつないかな。火炎斬り、稲妻、死の踊り、力ダメするか。魔法カンタ大丈夫。あんまり効かない。よし。この人で強いな。普段海に出てくるやつ弱小なんやけどな。ちょっと以上。ナイス、早場さん。だ NPC もさ、なんか作戦立てられるようにしてほしいよな。まあ無理だと思うけど、まあ、様子を見ているってなんやねんって思うんやけど。見てて。ナイス。あ、こいつあんまり強くなかった。よかった。じゃああと一匹魚。最後にもう一度死んじまっても困るからだよな。じゃあ最後の一体ボンフィッシュ。この魚美味しくなさそうだな、色的に。最近ね、コンビニでさ、お魚売ってるじゃん、あれにハマってるんですよ。あんまり家でさ、魚買って食べなくなっちゃったから、親元離れてね。やっぱコンビニで食べてたりするんだけど、なかなかにうまい。お、ナイス662。やば。本当に魚はね、実家にいるうちはたくさん食べといた方がいいっすよ、本当にって思うね。ナイス。あ、そこまで強くなかった、よかったの。救い主様、よくぞ俺を助けに来てくれてありがとう、ありがとう。俺は最後に助けたのは一番弱いやつから助けたからだよな、サイード。あ、怖かったな、すまなかったな、サイード。そうそう、救い主様も助けてくれてありがとう。本当は俺たちだけでもあんなやつを3匹くらいやっつけちゃえだけどな。まあ弟に花を持たせてやったってとこさ。俺たちがここにいたのには実は訳があるんだ。砂漠を救うために必要のあるものを探していたんだ。いい兄貴だろ。先にももたちに捕らえちゃいけないと思ってさ。再度俺たちの言うことを聞いてくれるのは譲ってやってもいいぞ。ものすごく大事なものだと思うんだよな、これ。お前が俺たちは差し置いて絶対に次の族長にはならない、そう約束してくれるなら特別はお前たちに譲ってやってもいいぞ。さあどうする。俺は元から族長になる気ありませんよ。え、本当？本当に？前からずっとそう思っていましたから。あ、本当か。絶対嘘ついたら針千本伸ばすぞ。砂漠の民は嘘をつきません。兄貴たちも知ってるでしょ。やったー。よし、じゃあこいつはお前たちにやる、持っていけ。ちょろいやつだな。王家の鍵を受け取った。え、これからもしかして壇上になるのかな。はい。神殿中探したが他に何も見つからなかった。魔物に捕らえちまったみたいだ。救い主様サイド、じゃああとは頼んだぜ。お城と村のこと俺たちに任せとけって。こいつら王家の鍵をゲットしたけど、ここも入れるね。あ、全部取っちゃってるや。よいしょ。
やっぱお腹の調子があまり良くない。神殿に見つかったのはこの鍵だけか。うん、大地の精霊の手がかりとはどうも思えないな。もうここは一つ女王様に聞いてみよう。はい、了解しました。まあ、こんなそんなになんか地位とか欲しいものかね。なんか責任がそれに伴うからな。私はもうあれだよ、責任伴う仕事なんてあんまもうやりたくないって思ったからな。学生の時散々やらされたからもう楽に生きていたいですよ。まあなんとその鍵を、その鍵は代々王家に伝わってきたものです。ずっとずっと昔から遥か古のハディ島王より伝えられし救い主様の伝説、ハリートークが伝えられたもう一つのものがその大きな鍵なのです。時来たはこの鍵を使い大地の精霊の像の閉ざされた扉を開けと。大きな鍵が今皆様の手にあるのはきっとハリートークの導き、今こそがその時なのです。救い主様さ、その鍵をお使いください。何百年もの間閉ざされていた扉を開くのです。そして砂漠をお救いください。精霊のでっかい像の中に秘密の扉があるんだな。よし行ってみようぜ。まさか古の王はこうなることが分かっていたというのか。まあいい、もう道は示されて、あとはまっすぐに進むだけだ。ナイラを遡る。あ、はい。の精霊像やってきました。はい、川越しの間とはゾーンの力でここは安全ですけど、もしお顔がそのまま残っていればお城も無事だったでしょうに、ね、でここで、閉ざされた扉があったと思う。大地は精霊様の姿の一つであると言われています。特に大丈夫かな。あれ、ここの奥かな。前は行けなかったんだよな。なんと王家の鍵を。そうですか、わかりました。この像を再建した王より伝えられし扉の開かれる時、天に定められし時が今この時なのですね。だ、いよいよ扉が開くわね。もうもったいぶってない、早くしてよ。はい、うん、あのタイルには文字が刻まれてるようだ。近くに行って調べてみよう。不思議な文字でこう書いてあった。その目はいかなる闇をも明るく照らし出す目、口は固く閉ざされ時のみがそれを開く、耳は双子に分けた心から生まれた、鼻はこの世の誰よりも高く誰よりも低きに。なんだこれは、どうも気になるな。よし、ちょっと待ってくれ。よし、タイルに書かれた文章は紙に書き留めてあげた。この先タイルの文章をもう一度確かめたくなったらいつでも俺に聞いてくれ。さあ行こうか。もう、はい、あ、大丈夫。なんか思い出してきたぞ。なんかこの文章がすごい大事になってくるような気が、覚えがある。あ、で、あー、ダンジョンですか。宝箱だ。とかミミックの心ちょっと面白そうかも、これ育ててみると。モンスターっぽいやつ誰も出てこないね。じゃあちょっと今回ちょっと半端なんだけど、ここで終わりにしておこうかなと思います。では引き続き、このね、王家の鍵を使った先のダンジョンを次回もやっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。